はい、今どこにいるかというとですね、シンガポールにいます。シンガポールの日本人墓地というのが市街地からタクシー20分ぐらい来たところにあるんですけど、そこにいるところです。全部で900ほど墓があると言われています。これが墓地ができたのは1895年明治時代なんですけど、その当時にはすでに多くの日本人がね、こちらシンガポールに住んでました。そんな中、主にはその第二次世界大戦が始まる前に亡くなられた方々ですね、ここにあるのね。で、この方です。板倉隆さんという方、1867年、明治元年、江戸から明治に変わった時、1926年、昭和2年まで、生きた方です。そしてこちらで亡くなられた方です。この方は天理教シンガポール教会の初代会長です。若い時にですね、カラフトマンションを奉公して、カラユキさんというのはね、いわゆる身を売ってですね、お金を得る人と、売春、娼婦というふうに、同じなんですけど、そのカラユキさんというのは結構世界というよりもアジア各地に、ね、いました。で、そのカラユキさんを経験した方なんですけど、中国の大連では料理屋旅館を経営、そして後にマレー半島に渡るが、母の病で日本に帰国。その際、天理教に入信しました。そして1912年、明治45年に、マレー半島に渡ってですね、テーブルクロスなどの行商の傍ら、天理教の布教を行い、カレキさんたちの良き相談相手となったということです。そして1916年、大正5年にはシンガポールで天理教の布教を開始し、1922年、大正11年に、信者の献金によるキャセイ映画館近くにね、天理教協会を開き、55歳で初代会長になった方です。そして4年後の59歳の時にこちらで亡くなられた方です。大柄な心の広い人であったということで、この板倉隆さんの墓の近くには4期の天理教信者の方がね、墓があります。私は一人の日本人として、世界各地を訪れているとですね、こういった慰霊碑、墓、至る所であります。これは戦争に関係ある関係なしに関わらずですね、ありますので、私はその中で一人の日本人として手を合わさせていただいています。こういったですね、お墓、日本人では結構意外に外に出てですね、お墓はあります。そして、先の大戦、もしくは第一次世界大戦で亡くなられた方々の慰霊碑なんかもあったりしてですね、これ今後とも、こういったね、慰霊活動、には感謝続けさせていただきたいと思います。皆さんもぜひもしシンガポール来たら、ね、日本人墓地来ていただければと思います。